前科3番893番チョイキ太郎です。本日のお話は拘置所で雑居房になったんですよ。もうそこは再犯部屋で、もうヤクザもんばっかり、元ヤクザとか、もうそういう人たちばっかり集めるんですよ。結局そんなところに窃盗犯とか覚醒剤系の人たちが来ちゃうと、もういじめられちゃうっていうか大変なんですよ。で、それともう一つはお金がある人ない人っていう風に、お金のある人はお金のある人の部屋に集めるんです。そんなお金のない人も合わせて助けてあげればっていう風になると、物品のやり取りはダメなんですよ、拘置所っていうとこは。まあ、あげますよ、そりゃ分からないように。基本だけど10万持ってる人とゼロの人では片っぽは食べれて片っぽは食べれてないっていう風になっちゃうとかわいそうなわけで、お金がなくなったら、まあ我々通常その破産房って言って、破産したら破産した場合人たちばっかり集まる部屋っていうのが一番隅っこの方になって、ちょっとかわいそうな感じになるんですけど、まあそういう風な、本当に犯罪者、犯罪を犯した中でも貧富の差っていうのが確実にあるわけですよ。で、その一般的なところに行って一人だけ金持ってると、あれも食べろよこれも食べろよっていうことで上下ができてしまうっていうことなんです。そんな風で我々もその反社的な人たちばっかり集まってるところに、社防担当の担当さんが来て、おお、ちょっといいかっていうか、何ですかって言って、まあみんなに聞こえるように、ちょっと新しいやつが入るんだけど、まあまあ面倒見立ってくれや、ちょっと変わったやつなんで、まあうまいようにやったってくれっていう言い方だから、まあ意味がわからないけど、で来たんです。まあその人もうこれね、面白いから、この人のもう名前覚えてるんですよ。小室さんって言うんですよ、小室さん。でもうなんか私たちと雰囲気は違う、チャキチャキしてるんですよ。もうすごい入った時からもうパッと名前言って、小室何々です、よろしくお願いします、皆様よろしくお願いします、年配なんですよ。でもうそういう風な人は、まあこっちもああそうかって言って、誰々って、まあ一応もう古い方から名前名乗って、よろしくって、皆さんあれで私はこっちでいいで、皆さんもう掃除とか私全部やりますんで、トイレ掃除もやりますんで、もう皆さんゆっくりしてくださいって、もう末席でいいんでっていうようなことを言うタイプなんですよ。そんなところにその小室さんが来てしまったもんだから、いやどういうことなんだろうこの人はっていうふうに思って、何回目って言って、2回目なんです、前期いつ、いやちょっと前です、ちょっと前、どういうことって言ったら、初犯で覚醒剤で捕まって行ったところは拘置所だったんですよ。拘置所、ここじゃないですよ、私たちがいる拘置所じゃない別の拘置所の A 政府になったそうなんです。でその拘置所で初期って書くこととかいろんなことをやって、本当ですかって、それでこれでまたここに行って言うのは珍しいですねって言って、次何やったんですか、いや出てその日で捕まったんですえって、いや1週間とか3日って珍しいけど、その日なんですか、いやもう本当に忘れられなくて、用意してといたものを喫茶店でやっちゃったんですよね、喫茶店でメニュー表があるところでやって、喫茶店の人に通報されて現行犯で捕まりましたもうみんなもう爆笑でした。そんな人すごいね、小村さんやるねって、俺らも大概見てるけどそんな人初めてだ、まあ面白いで、まあどうぞ、まあ今日は小室さんの歓迎会だわ、何でも飲んでって言って、いやいいですいいです、とりあえず来てないんで、今日は皆様のものをお借りしますけど、全部返して倍にして返して、お金はあるんですって言うんですよ。家一軒ぐらい買えるぐらいの領地権はあるんです。どうも交渉に、まあ自分で儲けた金だとかって言ってるけど、どうもそんなおっちょこちょっぽいんで、そんなわけじゃなくて、どうも親の遺産が入ってきたっていうことらしい。そこからですよ、私が見たことがない拘置所での大盤振る舞いが始まったのは、この小室さん数百万円だけは、もう300だか400万だけはこの拘置所未決の間に使うって決めてるわけです。もうここで使うんだって言い切ってるわけですよ。でその次の日に領地金確認っていうのを目の前でやるからわかるんですよね、本当だって。でそこのところね、その交渉で一番の服が買いたいと、服が買いたいからどうすりゃいいんだって、一番いい服が欲しいと言うんで、もう私言ったんですよ、まず便利屋を雇おうと、便利屋を雇って、その便利屋にお金を預けて、便利屋に対していろいろやったらって、で便利屋に手紙を送って、で面会に来てもらって、まずお金をあれする、で欲しいものをどんどん買ってきてもらうんですと。羽毛布団は入らないけど、キルティングを剥がしてもう一回開けて綿を出してっていうことして、とんでもない布団を入れる、それから百貨店に行って百貨店の外商部を呼ぶ、スーツを作る、だけど寸法が測れないからうまいことこっちで再審して、その当時三宅一生のがいいっていう、本当に三宅一生のスーツが入る、ちゃんと裾もなんとなく合わせてくるっていうようなこともどんどんやって、それをみんな廃棄していくんですよ。まあすごいですわ、もう見てて笑えてくるんですよ。だけども今度は
覚醒剤取締法で捕まってるから、そういうボランティア団体に何百万寄付したりあちこちして少しでも量刑を負けようとするわけですわ。だけどもそんなもん全然ならなくて後半は粛々と始まっていくわけですよ。でも身内親族がいないから上場処分に立つ人がいないんですよ。どうしたと思います？便利屋さんとその百貨店の外商部の人に上場処分に立てたんですよ。この人いい人だっていい人ってなるわけないじゃないですか。真剣なんですよ本人は。でも全然わからないですよそんなの。休憩も出る、泣き真似もする、裁判から泣いても許しませんって言われています。毎回毎回服変えてってるけどもどうにもならなくてもう確定していっちゃいますって、そういうの早いわけですよ結局ね。もうそれで控訴もするんですよ。目いっぱい控訴するけども控訴する理由にならないですよ。量刑不当って量刑不当しかないけど量刑不当になるわけないですよそんなので。もう確定していっちゃうときにみんなうっかり聞かなかったんですけど、小室さんって毎食何やってたんですか。あ、北海道で中学校の教師やってましたっていうオチです。